南予水産研究センターは、愛媛大学の水産研究機関である。現在、愛媛県南上郡海南町に西の浦ステーション、船越ステーションがあり、また、松山市の愛媛大学内に松山ステーションが存在している。愛媛県南予地区の水産による地域振興に役立つために、地元愛南町と愛媛大学の連携のもとに2008年4月に設立された。 分離融合型の研究、教育施設である。2013年4月には、愛南町が整備した、海来区愛南に、新たな、西の浦ステーションが開設された。水苹生物の基礎的な研究をもとに、愛媛県や南予地域の自治体、水産関係団体などと連携することによって、地域振興を果たすことを目的としている。また、愛南町、 中浦の知り会地域に実験用養殖池巣を有しており、会場での実践的な養殖実験も行われている。生命科学、環境科学、社会科学の3つの部門に分けて研究を行っている。現在は主に愛媛県や愛南町と連携して完全養殖すまの研究、開発を行っている。その他の研究内容については以下の通り、組織の長は センター長である。また、部門によって所属するステーションが異なっている。ありがとうございます。